定ランニング始まるよ。一部の終わりは絵に何かが起きてる。って感じだったね。ってところから見せてくれるみたい。ひどいな。これ犯人がプレッツェル以外だと品種買いそうね。そういえば怪盗に罪なすりつけてるし、かなりの極悪犯だよな。バースデーの振動がヤバそう。自分のせいでパーティーのメインである絵が壊されてるのは、ろうそくだけじゃなくて全身溶けちゃいそう。メタ的な観点からも犯人が気になるわね。メタで言えばプレッツェルが一番無難だよな。書いた本人っていう意外性と、納得がいかないから剥がしたっていう動機もある。何より他のクッキーにヘイトが向かないし。どうなんだろうね。というわけでくるみちゃんと一緒に犯人見つけるぞ。2部は容疑者7人、犯人は3人なんだぜ。絵を剥がすようなことする子はいなさそうだけどな。じゃあ証言見てこう。この子羽あるのに飛べないんだよな、かわいい。まあこの子はずっと引きこもってたはずなんだけどね。庭いじりに定評のあるハーブくん。前半の文章いる。いる。一部でも外で鳴らしてたって言ってたね。この子はお使いしてただけなの。ぐちゃぐちゃが好きなのね。部屋も汚そう。この子事件にめっちゃ関係なさそう。じゃあ次はいつもの現場の手がかり。爆発系クッキー。爆発してそうな髪型の子か。とりあえずエンジェルを疑いつつ、実際怪しいのはクラッカーくんでしょ。バースデーと電話番号交換してそうだしね。庭で爆発させたことと事件にどんな関係があるのかは知らんが、クラッカーに誘導されてるみたいだし、とりあえず入れとくんだぜ。これ黒幕エンジェルだったら面白いよね。エンジェルはそんなことしない。興味ないならえも爆発させてそう。手のあいちゃもんだけど、ラウンド1はこんなもんだよね。ちなみにバブルガムは爆発というより、ペイントボール売ってる感じだから違うと思うわよ。そして他に爆発に関係するクッキーはいない。というわけでおしまい。また見てねのし。